おはようございます。起きろ。昨日は雨で動画編集一日中してて、ご自慢のやつだ。動きもせずにやってたね。5時まで7時お昼です。バッテリーはやばいです。30% しかないから、ちょっとエンジンかけてどっか行くか。起きた？何下向いてんの？すっぴんだから。はぁ、で、今日は一日編集だから、ルーティン、一日ルーティン、うわ、めっちゃいい天気だね、今日ね。暖かいは昨日の寒さはない。カラッとしてるし、やっぱここ過ごしやすいよな、マルメロ。どうしたどうしたどうした、トイレからどうした、なんかパクってきたんか。ただいまじゃないよ。何、どうしたのそれ。拾った。拾った？嘘、道の駅って落ちてんのこういうの。拾った。いや、重っ。何これ、何これ。ホタテンや。ホタテン、どうしたん。拾ったやん。拾った、お前まさか。まさかまた案件か。ホタテンえ、とうとう初のポタデン案件来た？来た。何、マジなのか。メール担当は私のわけですけども、ルイちゃんが電気の残量を気にしすぎてこっちうるせえ。おい、テーブル壊れる、テーブル壊れる。膝の上に乗せて。うるせえなと思ってたんで。どこのメーカー？起きてる。あ、俺これ見たことある。614W。ホタデンの案件来るとなんか YouTuber って感じよね。何これ、スイッチとか入ってんの、まさか。これ任天堂スイッチ見て。ダダーン。おあ、意外とちっちゃかったね。うん、意外とちっちゃい。これでもさ、あ、いいね、このやつ、いい。このタイプさ、運転席とさ、真ん中のシートの間にさ、隙間があるからちょっと入れられるんだよね。ぴったりよ、ここの隙間にちょうど。まあ、ちょっとこれは電源入れてみよう。89%。え？83%ね。83%で99時間かかるから。え、これ DC の？こっちはインプットだね。インプット、充電は DC でできるんだな。で、これが DC12 ボルト4アンペアのアウトプットが2つと、シガソケ1つと、USB2.4 アンペアが2つ。C タイプもある。で、3.0 の USB もあって、AC 電源2つと。ライトついてないの？あ、ついてる。いいやん。めっちゃ明るい。3段階だ。ソーラーからもできんじゃん。そうだよ、これソーラーパネルぶっ刺すと直でできる。うん、芝ソケットからも充電できて、 AC でも充電できるんだな、これ AC だ。説明書は全部英語？日本語もあります。 AC はね、うん、出力は500ワット未満の電力の電気製品、うん。あ、じゃあドライヤーとかは厳しいな。500ワットだったらパソコンとかは全然いけるから、じゃあ早速ちょっとこれ使って編集しましょうや。これ614、うん、なんだけど、うん、来月に2000ワットが出るんよ。え、それ欲しい。ちょっとこれ刺して、刺すぐ上。動画編集で59ワットくる。これさ、USB もさ、ボタン押さないとスイッチ入んないし、
でスイッチ押せばまた切れるから、これいいかも逆に。マット行った、石油ファンヒーター使えるわこれ。え、すごいわこれは。いいね、確かに。終わったよとうとう。バッテリー600ぐらいあるんだね、やっぱ600ワットアワーぐらいは。まあストーブを使って、パソコンも使って、うん、携帯も充電して、うん、頑張りました。ケツ向けんなよ。温泉入るっていうかさ、びっくりね、今 YouTube 見てくれてる視聴者さんがいきなり来てくれたよね。ステッカーお渡ししました。このステッカーは会った人にしかね、あげてないんで、販売とかは一切してませんので、ぜひ見たら声かけてください。さて風呂入るか。え、マジ？なんで？本当？一人500円は安いよな。ここはしかもタトゥーオッケーだしね。いつもより早く出て、るいちゃんはまだ入ってるんですけど、ちょっと電話かかってきそうなんですけど、それはしかとして待ちたいと思います。
これは先生の服まだ巻き込みたくなっとるやん。お前マジで早く返せ服。壊れる私の。あ？私の服壊れ。マジでちょっと恥ずかしいから早く。恥ずかしいって。ちょっと。もう早く止めろ。もういい。なんかはち切れそう。脱いで早く。どう？どうじゃねえよ。やっていいことと悪いことがあるだろう。いや全然いい子でやん。いやだけどさ、めっちゃいたんだって今日人。しかも若えのが。いや声聞こえたね、確かに。なんでめっちゃ見られたから。とはいないけど。俺らはバンライフ系だからね。そういうけど YouTuber と言ったらやっぱりドッキリをやらないと1万人なんていけないっすよ。もう8000人いってったら行くよ。いや行かないっすよ。若いやつみんな見るしさ。すげえ恥ずかしい。バンライフ教歯磨くよ。よし、日本の関東圏を出発し一路日本一周をするハイエース初号機と小娘レイ。 YouTube を始めて10ヶ月、 YouTube と真摯に向き合いルイパチ司令官のもと突然の YouTube 登録者1万人達成はバンライフ教小娘に初の YouTube ライブを強いる。次回バンライフ教来日、みんなで見てね。今週もサービスサービス。